西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート、ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で第82回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が毎回様々なゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。今日はですね、まず宣伝をさせてほしいと思います。実は私2月にアフガニスタンを取材して、帰国したらですね、ロシアがウクライナに侵攻したと。実は私ウクライナの首都キエフにもクリミアが併合されるときに、入っているわけなんですが、急遽ですね、アフガニスタン最新報告&ウクライナ問題を読み解くというこの学習交流会をしたいなと思っております。2022年3月21日の月曜日です。3連休の最終日ですね。3月21日の月曜日午後2時から L 大阪の視聴覚室で行います。L 大阪は最寄り駅は天満橋駅ですね。そこから歩いて徒歩 2,3 分で行けるところの便利なところにありますが、このタリバン政権後のアフガニスタンがどうなっているのか、映像や写真を駆使して報告をさせていただいた後に、この今回のウクライナですね、この問題の背景にあるものですね、なぜプーチンがですねこのような無謀な戦争をしたのか、なぜアメリカをはじめとする国際社会が止めることができなかったのか、私たちは何をするべきなのか、そういったことと、それと危険なんですよ、その核武装をしようとかね、敵基地攻撃を持とうとか言ってる人たちもいるので、なんとかですね、憲法9条を生かしたこの平和的な解決の方策について皆さんと交流しながら学習を深めていきたいと思っております。アフガニスタン最新報告&ウクライナ問題を読み解く学習会ですね、3月21日の月曜日午後2時から L 大阪の視聴覚室で行いますので、資料代1000円いただきますけれども、ぜひお越し願えればと思います。そしてですね、今日もまずリスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。横浜市の剛さんからですね、桜田教授のカジノに関するお話、興味深く拝聴しました。私は横浜でカジノ阻止の運動に参加しました。 SDGs という言葉が最近あふれていますが、 SDGs から見れば銀行だけでなく行政がカジノを計画することはありえないことです。 SDGs の大目的は地球環境を守ることと健全な人間社会を作ることです。サスティナブルディベロップメント、 SD ですね。これは持続可能な開発と訳されておりますが、環境を壊さない開発というのが本当の意味です。ですから政府が言う普天間の危険除去のために辺野古を埋め立てるなどという理屈は通りません。健全な社会とはインクルーシブな社会です。インクルーシブとは誰一人取り残さないという意味です。もちろんカジノやパチンコ、競馬のようなギャンブルはこれに反しているので、行政が推進するなんてもってのほかです。横浜市の剛さん、お便りありがとうございました。私もね、全くその通りで、公営ギャンブルね、その競馬や競輪、こういうものが認められているのはですね、結局ですね、博打を民間がやっちゃうともう大変なことになると。博打はですね、平安時代から禁止してるわけですよ。つまり働かない人が出るとか社会が壊れるとかね、そういうことで禁止されているものを行政が初めてどうすんねんと、これは大阪府大阪市とこういうふうに思ってるわけですが、ぜひですね、このカジノに関しては何としても阻止したいと思っておりますので、この路上のラジオでも引き続きカジノ問題については詳しく報道していきたいと思っております。さて、今回の路上のラジオは2つの特集をお送りしたいと思っております。まず前半は元京都大学原子炉実験所助教の小出博明さんにお電話をつないでお話を伺います。ロシアのウクライナ侵攻に伴う大きなリスクの一つに核の問題があります。チェルノブイリ原発は真っ先にロシア軍の統制下になり、ザポリージェ原発がですね、ロシア軍の攻撃を受けた模様です。原子力発電と核保有、核戦争の関係において、私たちは今無知でいるわけにはいきません。
小出さんにこの後じっくりと伺ってまいります。そして後半は皆さんおなじみの新聞うずみ代表でフリージャーナリストの矢野博さんをお迎えします。矢野さんは一貫して社会の底辺に生きる弱くて小さい者たちの声を大切に拾い集めて社会の中の差別を取材しておられます。矢野さんは地球上の最大の差別は戦争だとおっしゃっております。路上のラジオでは今この時代だからこそ矢野さんにマイクを向けたいと思います。それでは今日も盛りだくさんの60分間どうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和路上のラジオレイディオオンザストリート。路上のラジオレイディオオンザストリート。それでは元京都大学原子炉実験所助教の小出博明さんにお電話でお話を伺います。もしもし小出さん。はい。あ、小出さん本当にね、ちょっと今日は緊急の、インタビューなんですけれども、テーマがですね、このチェルノブイリ占拠、そしてザポリージャ原発爆撃についての緊急提言と題して、小出先生にお話をお聞きしたいんですけれども、3月4日ロシア軍がですねヨーロッパ最大級のザポリージャ原発をですね爆撃した模様なんですね。で、現地では火災が発生して今は鎮火しているという情報も入ってるんですけれども、これ放射能は今どうなってるんでしょうか。IAEA の、一番新しい報道によると、はい、放射能の放出はないと、ないということになっています。はい、はい、どうもミサイルを撃ち込まれたようなのですけれども、はい、撃ち込まれた場所は原子炉建屋とかいうエリアではなくて、はい、いわゆる訓練施設があった場所でそこの建物が燃えたということだと IAEA は言っていますし、原子炉そのものに損傷はないということに今はなっています。まあ、本当ね、それを聞いて、ちょっとホッとするんですけれども、はい、これですね、ズバリ聞きますが、これ、ロシア軍が今、支配下に置いてるということのようなんですけども、これ、はい、原発作業員の方がですね、おられますよね、この方がもしね、おられなくなると、これ、誰も作業する人いなくなりますよね。原発をですね、もし安全に維持しようと思うと、はい、実際にその原発で関わっていた作業員以外には多分できないと思います。そうなんですか。はい、はい、ですからウクライナで、ザポリージェ原発を、維持してきた労働者たちがそのままそこに留まって、作業をしてくれない限りは、原発が危険な方向に行ってしまうと思いますが、IAEA の、言っていることによると、確かにロシアに占拠はされたけれども、もともとその発電所にいた作業員が運転をに当たっているという、そういう情報になっています。例えばロシア軍が俺たちがやるなんていうことは絶対無理なんですね。その人に頼らないと。もともとこれはロシアが作った原子炉なんです。はい、VVER というロシア型の加圧水型炉という原子炉で、はい、もともとロシアが設計図を書いて作った原発ですから、もちろんその基本的なことを知っている技術者はたくさんいると思いますけれども、はい、でもそれぞれの発電所の現場というのは、はい、それぞれ個性がありますので、そうでしょうね。はい、はい、きちっと運転に当たっていた人がやらなければ危険な状況になると思います。ただザポリージェ原発で動いているのは4号機という原発1基だけで、はい、それも60% 程度の出力で動かしているということですので、はい、私としてはできればもう停止してほしいと思っています。はい、ただウクライナの電力の 20% はザポリージェ原発から供給していたということですから、はい、簡単に停止してしまうと、今度はウクライナのライフラインが奪われてしまいますので、はい、なんとか安全に動かし続けてほしいと私自身は思っています。ただロシアがこの原発を占領したということは、はい、そのウクライナのライフラインを締め上げるというそういう意味かもしれませんし、はい、そうなれば早期に停止をさせられてしまうだろうと思います。
まあ、そうしていただければ、まあ、むしろ私としては原発の安全性という意味ではありがたいことだと思いますけれども、はいはい、ウクライナの人たちは電力に困るだろうなと思います。今ちらっと出ましたけど、そしたらこの目的ですよね、はい、ロシア軍がですねチェルノブイリも占拠したし、今回この原発も狙った、これ先生何の目的、今ちょっとやっぱりライフラインの締め上げでしょうかね。はい、チェルノブイリ原発はですね、ロシアがウクライナに攻め込んだその日のうちにもう占拠されています。はい、ただチェルノブイリ原発は4基の原発があったのですが、すでにもう2000年には全部もう運転停止をしてしまっていて、はい、まあ、要するに価値のないというかですね、核のゴミだけはありますけれども、要するにそこを占拠することでロシアにとってのメリットはないと私は思います。なぜやったかといえば、ウクライナからキエフに侵攻するときの通り道なんです。なるほど、はい、チェルノブイリはだから、まあ、進軍するにあたってそこを通るしかないし抑えるしかなかったということだと私はチェルノブイリについては思います。はい、でザポロジエを占拠した理由というのは、まあ今ウクライナとロシアは戦争しているわけですし、はい、敵国の、まあ、インフラを破壊するということはですね、軍事的な常道だと私は思いますので、そうなのだろうと思っていました。北側のベラルーシからこうキエフに攻めていくときにチェルノブイリは通り道だから、はい、そこを占拠したけれども、はいはい、そのいわゆるそのザポリージャの場合はやっぱり、はい、そのウクライナの人たち の, その生活をまずは破壊しないとウクライナは、はい、降参しないのでということなんですね。だから多分私はそうだというふうに思って来ましたし、今もそう思っていますが、どうもまだ4号機の運転が続いているようですので、はい、どういう思惑なのかなと言って今首をひねっているところです。はい、でですね、ここでちょっと歴史的に聞きたいのですが、ウクライナも日本と、はい、日本の福島事故の同様のチェルノブイリ事故がありましたよね。はい、しかし15基も原発を持っているということは再稼働させてるわけですよね。そうです。これやっぱりなんでこんなことになったんでしょう。まあ西谷さんも今おっしゃってくださったけれども、ウクライナのという国、まあ、まだソ連という国があった頃ですけれども、はい、ウクライナ国内にあったチェルノブイリ原子力発電所が事故を起こしました。で、まあ、大量の被爆をして汚染地帯が広大にできたわけですけれども、はい、それでもウクライナは原発を動かし続けるというそういう選択をしたのです。はい、それはまあ日本が福島事故を起こしながら、はい、なおかつ原発にしがみ続けるという構図とよく似ているなと私は思いますし、原子力産業というか原子力マフィアと私は呼んでいますけれども、そういう人たちが、根深く残っているんだろうと思います。やはりウクライナにも巨大な利権があって、そこにマフィアたちが群がっているということですか。はい、多分そうだと思います。ちょっと話変わりますけど、その、はい、3.11 からもうすぐ11年なんですけど、はい、小出先生たちはその 3.11 の日、ちょうどその日にですね、ウクライナから研究者を呼んでその学習会というかそういうことをされようとしておられたと聞いております。ということは、はい、ウクライナの研究者さんたちと交流が小出さんたちはあると思うんですが、その研究者さんたちは今ご無事なんですか。はい、ウクライナの研究者あるいはベラルーシの研究者とは、私の同僚の今中さんがずっと、まあ、親密にコンタクトを続けてきてくれました。はいはい、で今回のウクライナへのロシアの武力攻撃というものがあった時に、今中さんがすぐに、まあ、向こうウクライナの2人の、特に親密に連絡を取ってきてくれた研究者がいるのですが、はい、その2人に連絡を取ったところ、はい、1人とはすぐに連絡が取れたと。1人は取れた、はい、はい、でキエフにいるけれども爆発音は聞こえるけれども、まだ連絡を取れるというそういう状態だったようです。でもう1人の人は、言ってみるとウクライナの役人というような、まあ、専門家ですけれども、はいはい、役人に近い人で、その人とは連絡が取れていないということでした。ははははは。彼はまあ、ウクライナ
人として、ロシアに対してかなり、まあ、あの敵意を昔から持っていた人で、あ、なるほど、はい、あのロシアが攻めてきたらこうするんだというようなことを、まあ、あの私自身も聞いたことがありますし、はい、ひょっとすると、まあ、危険な場所にいるのではないかと心配しています。まあ、そういう政府系の方やと、もしかしたらロシア軍が狙ってる可能性もありますよね。はい、ありますね。まあ、今現在のところだとまだキエフまでロシアは到達していないようですから、無事にいてほしいとは思いますけれども、危険な立場だと思います。そういうね、この緊迫した状況なんですけど、はい、本当に許せないのはプーチンがですね、核攻撃を示唆したりですね、ロシアは核を持っているぞと脅かしたりしてるわけですよね。はい、で、はい、これをきっかけに日本も核を共有すべきだと安倍晋三という人とか橋本徹という人が言い出してるんですけど、これ、はい、先生どう思われますか、この議論について。はい、まあ呆れた人たちだなと思います。戦争なんていうものをですね、やればいわゆる庶民がもう本当に、まあ、苦しみを味わわなければならないわけで、一番大切なことは戦争そのものをやめさせるということだと思います。そうですね。プーチンさんも随分悪いことをしているなと私は思いますし、ロシアによるウクライナへの武力攻撃ということは許すべからざる犯罪だと私は思います。ただしだからといってで反撃するための武力が必要であるとかですね、こっちも核攻撃の準備をしようとか、そんな風に言ったらどんどんエスカレートしていってしまうわけです。今回のロシアの愚かな攻撃を受けてですね、私たちが本当にやらなければいけないことは、どうすれば戦争そのものを廃絶できるかということですし、本当であれば国家が軍隊を持つというそのことを廃止しなければいけないということなのだと私は思います。せっかく日本は憲法9条というね、平和国家を、はい、宣言してるわけですから、本来こんなことを言う政治家を当選させたらダメですよね。はい、そうです。まあ、日本国憲法というのはさっきの苦い戦争の経験を踏まえてですね、国家として軍隊は持たないと、戦争はしないというふうな建前で書かれたわけで、私はその憲法の精神素晴らしいと思うし、そうしなければいけないのだと思います。でもこの日本という国は、ずっとまあなんとかまた大きな軍隊を持ちたいと思い続けてきたし、安倍さんなんかはその筆頭で核兵器すら持ちたいというふうに思ってきたわけで、その人たちをやはり排除できるような力を民衆が持たなければいけないのだと思います。そんな安倍さんが、まあ、原発を進めてきて、まあ、政権を、まあ、8年近く持ったわけですけど、で、はい、これも福島事故からこの11年で、そして今ウクライナの原発が危ないという状況になってます。先生から見てこの11年間どう見えますか。はい、まあ、ウクライナというところで今戦争が起きているわけですけれども、私はウクライナがチェルノブイリ原発事故の教訓をきちっと汲み取ることができなかったから、今こういう危機にまたなっているというふうに見えますし、日本という国も福島事故を起こしながら人々を汚染地に捨てて被爆させながら、原子力緊急事態宣言なるものを11年経っても解除できないという状態を続けているわけですね。はい、あまりにも愚かな国だなと思いますし、人間自身が愚かなのかなと、目先の自分の利益だけしか見えないのかなと、いささか悲しく思ってしまいます。まあ、でもそういう人もいる一方で、すぐにですねロシア大使館なんかにデモをしたりとかですね、はい、地域でその戦争反対の声を上げている人もおられますので、はい、そういう ありがたいことだと思います。そういう捨てたもんでもないなという側面もありますよね。そうですね。私も3月3日には、毎月3日の恒例のスタンディングというのをやってるのですけれども、はい、松本駅で、はい、松本の駅前でやってますけれども、はいはい、それにもまた今回も35人ぐらいの方々が、自主的に集まってきてくださって、そうでしたか。それぞれの方がウクライナ
への侵攻に抗議するプラカードを持っていたりですね、私自身は原発即刻全廃、はい、戦争一切禁止とポスターに書いて立ちましたけれども、はい、まあ、それぞれの人が自分の意思を発信しに一緒に立ってくれるという状況もありますので、ありがたいことだと思いますし、希望はやはり捨てないでいこうと思います。はい、小出さん、よくわかりました。お話はつきませんが、はい、ここでお時間となってしまいました。今日も本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。路上のラジオ、レイディオンザストリート、まだまだ続きます。西谷文和、路上のラジオ、レイディオンザストリート。路上のラジオ後半は、新聞うずみみ代表でフリージャーナリストの矢野博史さんにお話を伺いたいと思います。矢野さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。矢野さんね、はい、これね、本当に私は個人的にはめちゃめちゃ腹が立ってるのですけど、うん、はいはい、矢野さんがですね、うん、この間この司会を務める、まあ、月曜日の、うん、毎日放送 MBS の番組が終了してしまうと聞いたんですが、これは本当なんですか？最終日が3月の7日月曜日なんです。それでもう4年続いたんですけども、はい、2018年の4月から4年間続きましたけれども、はい、これでもう終了ということになります。番組名は、うん、ニュースなラジオと。ニュースなラジオ、はい、2018年の4月からその前の番組というのは報道するラジオで、はい、水野明子さんが司会を務めていたんですよ。ここにもゲストで出てもらいましたが、ね、来ていただきましたね、はいはい、その方からバトンを引き継いで、はい、週1月曜日に放送していたんですけれども、はい、2年後、2020年の4月の改編で、はい、実は終了という可能性があったんですよ。あ、もうすでに2年前に危なかったよね。そうなんです、はい、でこの時は、まあ、現場レベルの、 この評判がまあまあ良かったというので、はい、部長陣、はい、部長の人たちが、部長クラスが、はい、部長クラスが存続に向けてね、動いていただいて、あ、そうですか、はいはい、で局長を説得して、はい、折衝を重ねた結果、月1回ながら継続ということになったんです。それで現在は月1回になって。そうなんです、はいはい、報道番組でね、月1回というのはしんどいです。そうですね、うん、週1の場合でもしんどいんですけれども、はい、いろんなニュース伝えたいじゃないですか。そうですよ、せっかくね、はいはい、だったらもう月1だったのを決められてしまうんですよね、はいはい、うん、例えば今だったらもう、ロシアのこのウクライナ侵攻になってしまう、はい、しかし同時に、はい、コロナもまだ続いてるわけじゃないですか。そうですよね。カジノもあるし、うん、そうそう、はいはい、大阪なんか特にコロナで亡くなった方がもう東京抜いて日本一なんですから、ワーストワンですよ、うん、ずっと。そういったこともやはり伝えなければいけないにもかかわらず、はい、やっぱり、月1っていうのは一つ決められてしまうので、非常にしんどかったですね。あのね、うん、これまあ歴史的に遡りますとね、はい、そのまず種まきジャーナルという番組がこれ水野さんがされていて、はい、3.11 の時に小出さんに電話をつないで、うんうんうん、で小出さんの家にもうなんか専用の電話を置いて、うん、そうでしたね、で毎晩その、はいはい、水野さんと小出さんが、うんうん、喋ることを、うん、福島の人が一生懸命聞いてたんですよ。そうらしいですよね。でそれで、うん、まあ、もちろん大阪、うん、関西圏も本当に聞いてて、うん、で面白いと、うん、ためになるということで、うん、ところがこの番組が潰されると、はい、でみんながカンパ集めてですね、うん、そうでしたね。で私も行ったわけですよ、はい、MBS の、ね、どこへ交渉に行きましたよ。で1000万集まったんですよ、ね、でこれでやってくれ言ったら、うん、もう見事に振られまして、ね、潰されて、 ね、それでまあ、ラジオフォーラムが始まったと。 でそれで、まあ、報道するラジオになったと、はい、そうですね、いうことで言うとですね、うん、経過から言うて、うん、絶対続けるべきだと僕は思うんですけれども、うん、一体なんで潰されたんでしょう。やはりね、一つは儲からないということ。特に報道番組は CM が取れないんですよ、うん、はい、で今ラジオで、まあ、ラジオ の、 その生命線というのは、はい、パーソナリティが、はい、例えば数の子食べながら、あ、これ美味しいですね、はいはい、こういう通販的な通信販売的な CM、 健康器具とか座って、そうそうそう、これカテゴリーになりますね、これは報道番組は絶対 NG でしょ。全くこれは無理なんですよ。してはいけないし、はい、例えばその企業が不祥事なんかやった場合に、はいはい、それを報道する側ですから、はい、それが報道できなくなったら、これ報道番組としてはもう
ダメですからね、はい、ですから広告は取れないというのが基本、つまりそうなってくると儲からない。これしかしね、はい、そしたら何のためにラジオがあるのという話でしょう。ねえ、これまでだったら、うん、テレビの収入でラジオは割とその赤字でも補填できたわけですけれども、はいはい、これ2021年去年の4月、はい、ラジオが分社化されたんですよ。そうそうそう、あの毎日放送も朝日放送も、ね、そうなんです、分けられちゃったわけね。テレビとラジオ、テレビ、はい、ラジオはラジオで儲けていきなさいということになってしまったんで、はい、ラジオきついよね。そりゃもう大変ですよ。あのね、ちょっと広告収入をね全体のですよ調べたんですけれども、はいはい、去年の広告収入っていうのは、はい、全体でですよ、はい、インターネットも テレビもラジオも新聞も雑誌入れて5兆円あるんですけれども、はい、5兆円もあるの、はいはい、ラジオはそのうちの1100億円。1100億円、ちょっと桁が違いますよ。桁が違うわ、うん、で5年前の2016年と比べると、はい、200億円マイナスなんですよ。あ、うん、で、はい、ついでに言っておくと、一人勝ちはインターネット。あ、そうですね、うん、これが、はい、2016年、5年前は1億3000万円だったのが、はい、2兆7000億円、うん、インターネットが2兆7000億円なので、要はネットが半分以上を占めている、うん、そう、はい、であとテレビも、新聞も雑誌も全てマイナス、うん、そうでしょうね、今だからネットの一人勝ちなんですよ。だから広告収入が限られていく、どんどん減っていく、で、はい、報道番組は CM を取れないとなると、はい、言うなればもういらないよねということになってしまうわけですね。僕もね、ちょっと在阪のラジオ番組出てますけど、うんうん、そうか、学会とかねなるもん、もうほんまに昔じゃ考えられんでしょ。そうよ、だって特定の宗教団体とかね、うんうんうん、それとかあのパチンコ屋さんとかね、はい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 、そんなんはあの、うん、まあタバコもそうやけど、うん、やめとこうっていうね、うん、そうですよ、伝統があったのに、もう今やその、うん、それとね、うん、これ佐高さんから聞いたんですけど、はいはい、関西電力とか、はいはい、東京電力のこのコマーシャルの値段は、うん、トヨタの、うん、5倍10倍じゃなくて100倍近いとかいう話を聞いて、桁が違うと言ったんですよね。びっくりしました、うん、だから種まきジャーナルも潰されたと、うん、小出さんを出したら潰されるというもう関西電力にとったら本当に目のようなたんこぶだったと思いますよ、はいはい、小出さんが本当にあったことをきちんと分かりやすく説明するわけですから。だって東京電力が汚染水で悩むから、うん、鉄板で囲え言うたんは小出さんですもんね、うんうん、そうですそうです。それがなんか氷の柱で、そう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 だからダダ漏れですよね。今だからまあ東電や関電から言うと、うん、その憎き小出が出てる番組の後継番組やから、うんうん、どっかであの MBS がなくなりましたって言ったら喜ぶわな、向こうは、うん、もう流れを切ってしまえというとかもしれませんね。これしかし、うん、でもどうなるんでしょうこれ。だからね、うん、そのなんかそのロシアでも今、うん、あのフェイクニュースが溢れていてね、ロシアの人たちは、うん、ウクライナが虐殺したと信じ込んでる人が多いと思うんですよ。そうね、でそういう意味ではね、うん、本当にその、うん、ファクトチェックをする番組とか、そのあるいはそのちゃんとその、うん、あの大企業におもんぱからない番組が必要だと思うんですけど、うんうん、絶対そうですよね。だけどね、西谷さん、この路上のラジオもそうじゃないですか、はい、こういうあの見込みがやっぱりこれからは本当必要なんだろうなと思うんですよ、はい、うん、これ大手メディアではおそらく無理ですよ。もう絶対スポンサーが絡んでくるから、そうね、うん、なんか言いたいことも言えなくなる、はい、で中立公平というわけですよ、はい、だからあの我々だったらこのあの一方的だと言われるかもしれないけれども、声なき声に耳を傾けるじゃないですか、はい、維新が例えばカジノをやるといった時に、はい、別にそんな、その人たちの声なんか放送する必要もないわけです、はい、だって大きい声なんだから、そうだね、それよりもそのカジノで苦しめられる人、はいはい、そういった人の声に私たちは耳を傾ける、それがあのメディアの良さだったと思うんですけれども、はい、それがもうあの大手メディアはできなくなってる、中立公平ということに縛られてしまっていますよね。そうね、うん、でもね、まあ、例えばその矢野さんが、うん、まあ、あの発行してるうずみび新聞とか、はいはい、この路上のラジオっていうのは、うん、まあ、それに抗ってやっていこうとしてるんやけど、うん、やっぱり残念ながらミニコミでしょ、うん、小さいんです。だから、ね、例えば MBS の番組はやっぱりだいぶ聞いてくれてるし、はいはい、あとラジコでも聞く人いるから、うん、だから絶対残してほしかったんやけどな。そうか、うん、まあ、しかしね、その今ちらっと、ね、うん、矢野さんおっしゃったように、うん、そのカジノの問題にしてもね、うん、やっぱり
業界はものすごく強いし、おそらくそのパチンコ製造メーカーとかサラ金メーカーがスポンサーやからね、だからカジノには一切税金を使えませんと言っていた松井一郎が今湯水のように税金を突っ込んでるじゃないですか。もうあの土壌汚染なんかはこれ、先島とかあのもう一つのね島、あの舞島、夢島、先島、このうちの先島と舞島はもう、あの土壌汚染が出てもそれは買った人の責任ということだったんですよ。それが今回この、万博カジノの舞台になる夢島では、土壌汚染が出てきた、これは大阪市の税金で、処理しますよということになってしまったわけですよね。これはどう考えてもこれは裁判せなあかんネタやね、それはもうありえないですよ。これ勝手に夢島は準工業地帯やのに、商業地帯に変えたから、カジノするために変えたから責任が生じたんじゃないですか、これ確か、これをきちんとね、やっぱ報道しないといけないのに、それがあの報道されてないですよね。でもっとかかりますよ。いや僕もそう思う、だって地盤沈下していくもん、で、あれ大王基地の島ですから、ああいう意味、西谷さんもね、あの、行ったでしょ、行きました、歩いて、ブクブクボコボコやってました、ね、あれがね、あの水がね、あのウォーターランドという万博 の、 あので、万博はあの命あふれる未来デザインや、だから大王基地のプールでやるわけ。うわこれもうギャグか、ブラックジョークやな、ね、思いましたけど、そんなんですか。もう掘れば掘るほどどんどん出てきますよ、その度に、工事を中止して、その、あの労働者の、安全を確保しながら、あのお金をつぎ込んでいくわけですから、土壌汚染の大作費として、今分かってるだけでプラス790億円ですけども、もっともっと出てきますよ。いや僕これすまんと思いますが、これで ねだから、それとね、その万博のために地下鉄通す言ってますやんか、で万博半年で終わりますやんか、その地下鉄誰が乗んのという、これだからねめちゃめちゃ赤字よこれやったら要するに万博は隠れ蓑だったわけですよね、これ、ね、これもきちんとやっぱメディアは報道しないといけないわけです、今西谷さんおっしゃったように、半年で終わるんですから、あとはどうするかといったら、そこにカジノを持ってくるわけでしょ、つまり要するにカジノのために地下鉄を作ろうとしてるわけじゃないですか。 それも大阪の税金を使ってですよね、でそれは万博のために使うんだということで、これ隠れ物にしてますけれども、冗談じゃないですよこれ、これね、大阪万博が決まったのも、なんか不可解な、あれね、あの、松井一郎の、松井一郎市長のお父さんが、あのモーターボート協会の笹川良一の運転手で、で安倍晋三のおじいちゃんが岸信介と右翼で、で笹川良一さんと安倍の、あの、右翼つながりで安倍と松井がね、で、年末に4人で飲み会しとったわけですよ、安倍菅、松井橋本で、これで、おそらくその安倍菅は憲法9条を変えたいと、そのために大阪維新の会は協力しろと、大阪維新の会は、じゃあカジノを大阪に持ってくるために万博をつけてくださいと、この流れで決まったと思うんですよ、そうですよね。だからこれは国家プロジェクトですから、万博というのはね、だから政府が動かないといけないわけですよ。だからそれをやったのはあの安倍政権ですからね、安倍菅でしょ、だからオリンピックは都市でしょ、東京オリンピックと、でも万博は国家ですからね、で無理やりその立候補して決めたじゃないですか、あの今話題のロシアのなんか、あの都市も出てましたけど、それを日本は買って、おそらく金まいたんやと思うんやけど、つまり国がその大阪維新の会をもうまあ救うためにやったわけですね、これ、でしかもね、なんで夢島かというんですよ。あ、そうそうそう、これね、あの他の夢島は到底これ言うなればあのゴミの島ですから、先ほど言ったもう大躍進が掘れば絶対出てくるわけで、ゴミで埋めた無人島ですよ。であの言うなれば南海トラフがこの30年以内に来る可能性があるということじゃないですか、で台風も来るわけですよ、台風来ますね、この間に万博をやってる半年の中ではですよ、そんな危険なところを会場にすること自体がおかしかった、で、実際にそれを決めたのは松井さんですよ、松井一郎という人が決めた、そうです。本来ならば、あの吹田の万博跡地とか、花博の跡地とか、いろいろ候補地はあったんですよ、で そっちの方が有力だったにもかかわらず、もう言うなれば 松井さんの一言で決めてしまった、もう夢島だ、
それがやっぱりカジノですよ、はい、カジノでね、うん、セットでね、うん、これあの矢野さんも夢島には行かれましたか、うん、はいはい、ました。あそこ確かあのトンネルと橋しかないわね。そうなんですよ。大型台風来たらトンネルも橋も通行禁止になりますよね。そうあの関空で3000人残されて、うん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 、あのすごい孤立しちゃったじゃないですか、うん、万博中に台風来たら、うんうん、とんでもないことになりますよ。ヘリコプターで救出するしかないみたいなのね、うん、本当にだから本当に危ないとこなんですよ、うんうん、にもかかわらずそこに税金をつぎ込んで、はい、要するにカジノをやりたいがために、うん、万博を、まあ、核燃料にしてやってるという。これでもゼネコンは喜びますよね、うん、そこなんですよ、はい、で維新のその政治というのは、うん、要するに例えばあの学校3年、はいはい、定員割れだったら、はいはい、潰しますよという府立高校を3年定員割れで、ね、もうたくさん潰れました、ね、府立高校でその跡地に何が出てきてるかと言ったら、はい、タワーマンションですよ。あ、タワーマン、ね、それ大林組ですよ。あ、そういうゼネコンを使ってあの言うなれば、はい、あ、ゼネコンに、まあやってもらって、はい、わかりませんけれどもおそらく企業からの、ね、献金があるんじゃないかなと、ね、というかパーティー券買いますよ。そうそうです、ね、そういう人たちは、うんうん、だから持ちつ持たれつの関係になって、で財阪メディアはその大林組の CM が入ると、うんうんうん、でカジノをやればサラ金の CM も入ると、うんうん、そうですよね、うん、要するにゼネコンへの奉仕なんですね。ゼネコン、うん、だから箱物行政なんですよ。要するに彼らが批判していた、はい、うん、それを今やってるわけですよね。またやってるわけですね、うん、だからこういうことを分かりやすく説明するには、うんうん、ある程度も時間をかけた報道番組が必要である、うん、そうなんですよ。絶対それです。それもちろんテレビで参れたらいいけど、うん、テレビはだいぶガタガタと来てるので、はいはいはい、あのラジオでなんとかこう、うん、ね、うん、絶滅危惧種的にやってたものが潰れちゃったと、うん、いうことですね。ラジオはね本当にあのそういった、まあ、時間をかけることができるので、はい、あのよかったんですけれども、これは残念でしたね。だけどね、西谷さん、僕思った、はい、あのね、この間カジノの特集をやった時に、はい、どうしてもやはり僕はあの反対派の例えば桜田先生、テローさん、はいはい、あの前回出てくれました、うんうん、来てもらって、はい、あの話していただくのはどうだみたいな提案したんですけれども、うん、やはり番組とすれば、はい、それは反対をするための番組になってしまうということで、はいはいはい、ここでもまた中立公平なんですよ。なるほど。だから、推進派の維新の市議、そして自民党の市議を2人呼んで話し合いというか、桜田さんと3人で、うん、桜田さんなし、桜田さんなし、なし。だからこの維新と、ちょっとそれおかしいと思う、それおかしいと思うよ。あの、まあ、自民党は反対してるけど、うんうんうん、でも専門家は桜田さんじゃないの。そうなんですよ。だからあの桜田先生に来てもらって質問してもらうとかね、ここおかしいじゃないかって指摘してもらうのが一番面白かったんですけど、はいはい、それだから要するにか、維新の言いたい放題、そして、まあ、自民党もあの、はい、一応推進なんですよ。でただ住民投票をやれというふうに、はいはいはい、主張していたんで、その思いを語っていただいたわけなんですけれども、思ったけど絶対維新の議員とか、まあ、今吉村さんがよく出てますけれども、はい、絶対出すべきじゃないと思った。ああ、というのも、はい、やっぱり言いたい放題なんですよ。その時間言いたい放題止まらへん、止まらへん、喋り出したら止まらない、うんうん、それに某橋本さんもそうそうそうで言い出したら止まらへん、うん、でそこに報道局長が来るんですよ。何しに来るの？見に来るの、はい、局の報道局長が、あの維新のその議員が来るじゃないですか、はい、でまあ自民党の議員も市議が来てるからということで報道局長が来る、うん、つまり吉村さんがテレビに出るということは、はい、社長クラスが来てますよ。その社長クラスが来て見てるんですよ。でそれに対してその吉村さんを困らせるような質問をコメンテーターが出せるかなと僕は思った、はい、なんかね、じゃあそのね、うん、例えばその桜田さん出さんでも、うん、その維新と自民で喋らすということで言うならば、うん、共産党と公明党も出さなあかんちゃいますもん、うん、そうそうそう、本来なら本来ならね、うんうん、それじゃ番組が成り立たないということで、ということで、うん、そうなってくるんですね。これね、うん、その今まではその読売テレビがね、その高人のなんとか委員会とかで、うん、まあ、橋本さんとか出して、うんうん、もうそのなんていうかね、右翼的なことをどんどんやってたんやけど、
MBS はまだまともやったじゃないですか。そうでしたよね。ちょっと落ち着いて、うん、維新の会に対しても、うん、ちょっとそのまあ、うん、それこそこのちょっと公平な感じだったじゃないですか。ところが何ですかこの正月、正月のその松井吉村橋本3人出したってこれ、うん、MBS。そう、あれはどないなってしまったこれ。だから MBS というのは TBS 系列ですから、はいはい、言うならば報道の TBS の流れを組んでるわけですよね。ですから報道に対してすごくやっぱり思いを持ってる、はい、うん、だから読売テレビとかは、うん、とは一線を画してたはずなんですけれども、ね、まあ、あれはまあバラエティ番組だからということもあるんでしょうけれども、はいはい、ただ3人は要するにもう維新の顧問であり代表であり副代表ですよね。そうですよ、ね、で今年は特にまた参議院選挙が、ね、7月にあるわけですから、はい、で言いたい放題だったじゃないですか、はい、うん、総理大臣に、吉村が、ね、吉村さんがいいとか、いいとか、ね、橋本さんがいいよなんかね、うん、でも延々とその3人が大阪都構想の話とか、うんうんうん、カジノの話とかされちゃうと、うん、おいちょっと待ってくれと、これは、うん、公共の電波やろと、うん、こう思いますよね。でかなり の, 批判の電話が入ったらしいけど、うん、だから社長トップとしてその第三者委員会作って、はい、これもう一回ちょっと検証しろということになってますね、うん、大阪はコロナで一番死亡者が多くて、うん、在宅 の, ね、お亡くなりの方も多いじゃないですか、はいはい、うん、何が、ね、頑張ってるのってことに、うん、こう突っ込む人はいないわけよね。そうですよ。だからインテックスでね、はい、まあ、野戦病院を、はいはい、もう1000床ぐらい作りましたって、うん、わあすごいなということになったけど、はい、今ほとんど入ってないですよ。なんかね 2% か 3% しか入ってない。そう、うん、何のために作ったのって、はい、だからそれ作ったのはいいけれども、うん、要するに看護師さんがいるわけですよ。認知症の人を入れるんだったら、はい、介護する人がいるんですよ。そう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 。でそういう福祉に携わる人をどん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 削っていってるから、そう人がいないんですよ、うん、で保健師さんもそうですよね。未だに何ら解決されてませんよ。人口270万人の巨大大阪市で保健所は1箇所、うん、そう、まあ、これは維新の前にやったわけやけど、はい、うん、その1箇所に絞った後にものすごいリストラしたから、うん、保健師さんはどんどん別のところに持っていったんですよ。あ、だから保健所の業務ができなかった、うん、はい、今がその、後遺症ですよね。その今も続いてる。保健師さんは過労死寸前、うん、で市民は電話かけても繋がらない、繋がらない、うん、それは当たり前ですよね。人員を削ったからそうなるのに、うんうん、だから、はい、自宅でもう療養じゃないですよ、放置されて、放置されて、ね、自宅に放置されて、うん、結局悪化して亡くなってしまうケースがある、うん、で東京に比べて大阪は死亡者多いから、うん、なんで死亡者多いんですかって聞かれたら、うんうん、吉村さんは、うん、大阪は高齢者が多いとか言って、そうそうそう、ちょっと待ってちょっと待って、高齢者はどこでも多いぞと、うん、多い多い、どこも多いぞ、東京もそうですよ。なんでそんな嘘がまかり通るんやろ、うん、で僕びっくりしたのは、うん、吉村さんがその同じ質問を受けて、はい、陽性者のうち、はい、その死亡率を見たら、うん、日本の真ん中ぐらいだと言ったんですよ違うって、何が問題かと、その亡くなってる人の数なんですよ。そうそうそう、うん、それが命やもんね、うん、その人、うん、はい、死亡率を出してきてどうすんだと思った、うん、それでなんかすり替えていくわけ、はい、うん、だからそういったテレビなんかも出てこうやって言うから、うんうん、だから聞いてる人はあ、そうなのか、もっともだなと思うんですよ。だからそこにツッコミが絶対必要なんです。でもツッコまない、うん、そう、忖度してるから、うん、だって周りは吉本の芸人さんばっかりじゃないですか。吉本の芸人さんは、はい、うん、吉本の社長と会長が維新とべったりで、うん、カジノ推進やから、うん、そんなんは分かってるから、うん、吉村さんとか橋本さんに突っ込まないよね、うん、そうそうそう。で自分らがそのテレビでこうやってね、吉村さんと覚え目立たくなったら、うん、また、ギャラが上がるとかね。ギャラが上がるし、うん、また違う番組に使ってもらえるかもしれない。そうそうそう、あれ今吉本興業の会長さんも、うん、社長さんも元ダウンタウンのマネージャーでしょ、うん、うもう歴代そうですよ。でダウンタウンは安倍と飯食ってる人たちでしょ、うん、そうで、うん、万博のアンバサダーでしょ。 そうそうそうそんなことを並べていったら、あ、それはもうダウンタウンと吉本興業の会長についといたら、うん、よらば体重の影やなと、こうなりますよね、うんうん、そうです。で吉本の大株主はテレビ局ですから。そうね、今筆頭株主は富士ですからね。富士ですか、うん、で東京の在京5社そして在阪5社も株主ですよ。なるほど、うん、だからどん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 使いますよね。東京オリンピックで、うん、メディアがみんなスポンサーというか、はい、オリンピック側に立ったじゃないですか、うんうんうん、
だから一切オリンピック反対の声が、オリンピック始まると同時に消えたでしょ。消えた、同じことが万博でも起こるんちゃう。そうなんです、それ、で万博でどんなこと、もう半年ですよ、あれ、ね、そうそう、半年、半年、で終わったらどうなるの、でどれだけお金がかかるの、これ、めちゃめちゃ赤字になると思いますよ、僕。大阪市民は今、介護保険料、すごい高いんですよ、国民健康保険料高いよ、それをもう少し変えていかないといけないにもかかわらず、でコロナもそうですよね、コロナで苦しんでる人たちがいるにもかかわらず、大阪市はほとんど金を使っていない、どこに使おうとしているのかということを、やっぱりメディアは検証しないといけないと思うんですよね。なんかね、その、カジノのために、なんか淀川左岸線も整備して、これもまたね、予想外にお金がいって、高速道路に。はい、新たにまた1000億円ですよ、そんだけゼネコンが儲かることね、そう、まあ、ゼネコンに貸し込んでるメガバンクも儲かるわけやけど、あのね、まあ、そんな中でね、これね、本当にね、このメディアがどんどん劣化していく中で、はい、読売テレビがまあ結構犯罪的やったと思うんですが、読売新聞の方ね、大阪府と包括協定を結んだでしょ、包括連携協定ね、矢野さんはね、新聞記者でしたから、これ新聞社の自殺行為ちゃいます？本当そう、あのね、やっぱり新聞社というのは権力と対峙する、向かい合わないといけないんです、だから立ち位置っていうのはおのずと市民の側にないといけないと私は思ってるんですよ。でもう一つの役割というのは、やはり声なき声を汲み取るというのが、ジャーナリズムの役割だと思う。その最前線に立つべきなのが新聞だと思ってたんですけれども、だってかつての戦争中は大本営発表やってしもって反省したから、そういうことで新聞社はもう一回声明出して市民の側に立つ言ったんでしょ。そうなんです、それが戦後77年今年になって、読売テレビが一応まだ日本で一番発行部数があるんですよ、読売新聞は、で包括連携協定を結んだ。そうそう、やっぱり背景に何があるかというと、これも、貧すれば鈍すですよ、あのね、ちょっと調べてきたんですけれども、今ね、新聞、3300万部出てるんですが、3300万部ですね、これは2021年の10月段階なんですね、約3300万部、これが、一番ピークだったのが1997年、この時に5400万部なんですね。だから減ってるね、もう半分近く減ってるんですよ、で、西田さん、2003年の、イラク侵攻があったじゃないですか、僕はよく言うんですけれども、あの当時ね、読売新聞は1000万部、これ交渉ですよ、自分たちが言ってる場合、部数です、1000万部、読売1000万、で朝日が800万部、朝日が800万、で毎日が400万部、で産経が200万部と言われてたんですよ、日経はまあ経済誌なんでちょっと置いておきますね、で、あの時に、イラク侵攻の真の字、朝日と毎日はおかずだったんです。そうや、それ、でウクライナ侵攻のシーンやね、今の、で、読売と産経は進むだったんですね。進むだったよね。だから1000万部の読売と産経200万部、1200万部ですよね、で800万部の朝日と400万部の毎日足せば1200万部、あの時はだから拮抗してたわけですよ。イラク戦争を進めた小泉内閣を支持する方の進む進行と、反対する市民世論の犯す方で、まあ言ったら五分五分やったわけ、それが変わってきてる。で今、部数は読売が700万部約ですね、約700万部、だから300万部ぐらい落としてるわけ、で、朝日が480ですから、朝日そんな落ちたんですか、もう半分近く落ちてる。あ、で毎日は200ですよ、半分、毎日200、で産経は120、はあ、だからほとんどもう半分近く落としている、で、どん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 部数は減ってます。読売でも前の年の同じ月と比べて、これ、2021年の10月段階ね、だから2020年の10月と比べて57万部落としてるんですよ。これ一つの地方紙がなくなったと同じなんですよ。もう新聞社ピンチやと思ってるから、だから、それはもうそのカジノや万博や、オリンピックやで売れると思ったら、そこに、あるいは広告に飛びつきますよね、そう。だから部数が落ちてるから、新聞というのは部数、この発行部数と、広告費、そう。だからでまたコロナでしょ、コロナ、コロナで広告収入がガタッと落ちて、だから貧すればドンスで、要するに読売はもう維新にすり寄ったと私は思ってます。関西電力とか、ね、そういうところにも、今後ますます、
その原発危ないよっていう記事は書けなくなりますよね、うんうん、そうなんですよ。でいい記者もいるんですよ、いっぱい、はい、だけどね、現場でね、いい記者がいるんだけれども、うんうん、だけど読売新聞がそうやってその大阪府と包括連携協定を結んだというふうになると、はい、その現場の記者もね、うん、この記事をちょっと書いて、はい、会社になんかこう迷惑かけるんじゃないかとか、はいはいはい、会社からこれ圧力がかかるんじゃないかとか、うんうんうん、やっぱりそういったこう躊躇してしまいますよね、萎縮してしまうんじゃないかなと私は思うんですよ、うん、萎縮したらいい取材も記事もなかなか難しいですよね、うん、でそんな中でね、例えば読売も、うん、一番大手の読売もそんだけ減らして、うん、貧すればドンスやと、うんうんうん、一方これ NHK ね、うん、はい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 、NHK は要は広告がないわけやから、うん、受信料で成り立ってるから、うん、NHK が例えばイギリスの BBC みたいにね、うん、きっぱりとその政権に対して物を申せばいいのに、うん、何ですかこれ、あの、うん、なんか字幕捏造したりとかひどかったねこれね、うん、そのなんか川瀬さんのなんか、はい、あのオリンピックのなんかドキュメンタリーで川瀬さんがね、あの総監督を務めてる、うん、その東京オリンピックの公式記録映画、はい、それに密着した NHK が、はい、まあ、BS でこの、川瀬直美が見つめた東京オリンピックというタイトルでやったわけですよね。でその時に、うん、NHK のディレクターが、オリンピック反対デモに参加している男性というふうに出して、はいはいはい、実はお金をもらって動員されていると打ち明けたという字幕を出したわけです、はいはいはい、でこれが真っ赤の嘘だった。これね、ニュース女子でもね、あの沖縄の座り込みにニット出て同じことやったんやん。そう、そう、天下の NHK だったんですよ。天下の NHK や、うん、これ何したんの NHK って、うん、僕はね、うん、これあの永田光三さんとかいろいろお話を聞いたんですけれども、元ディレクターもね、はい、そうそう、はいはい、でね、川瀬さんとか知らないわけないでしょって、はい、そりゃそうでしょ、ね、自分の番組や、ね、うん、で、うん、これやはりね知ってるはずだと、はい、川瀬さんをかばったんではないかという声も正直あります。これ裏取れないからね。川瀬さんオリンピックはね、うん、みんなが望んでいたとか言って、うん、言ったんですよ、うん、いやいや俺は望んでいなかったと東京オリンピック反対してた、ね、だからちょっと問題あるなと思ってたんですけどね、うん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 、これ NHK で言うとね、僕思い出しましたけど、うん、はい、聖火リレーやってる時にオリンピック反対というその声消したでしょ、うん、そうそうそう、あれはなんかこれね、NHK もね、あかんわこれ、うん、捏造番組やっとるわ、うんうん、やっぱりね、あの NHK はあの経営委員会というのがあって、はいはい、そこがもう政府が決めるから、政府がね決めるから、もう言うなれば政府のこう 右というものを左というわけにいかんというやつが委員長やったからね、あの流れでだいぶやっぱりダメになってきた、うんうん、そう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 、つまりですね、その民放や新聞はこのヒンスればドンス、うんうん、でスポンサーの圧力、うんうん、NHK はその政府の圧力でお互いダメになってきた、うん、そう萎縮してますよね。これね、最後にね、この中で、はい、そんな中で、はい、今後どのように反戦平和、うん、反差別反原発、うんうん、どうやってこう声を上げていけばいいと、うんうん、矢野さんはどう思いますか。僕は一つやっぱりあのミニコミというのが一つ我々の武器になるかなとは思って、うん、はい、出ます。で、はい、まあ、うずみみであるとか、はい、この路上のラジオとか、はい、こういったものを使いながら、はい、横のつながりを作っていく、ね、はい、で今若い連中もこの SNS を使いながらね、はいはい、広がっていますので、はい、そういった若い人たちとも手を結びながら発信していくっていうのは非常に大事なことだなと思いますね。今回ロシアのプーチンが追い込まれてるのも、うん、あのウクライナの人が、うんうん、あの真実を出してくるから、うんうん、ロシアの嘘がバレちゃうからね。そうですよね、うんうん、そういうその横のつながりと、うん、はい、そのいわゆる若い世代とのこの、はい、なんていうかこう連帯というか、そうですね、それが必要かなと思いますね、うん、で若い人たちって SNS をうまく利用してますよね、はい、うん、そういった人たちと我々おじさん連中、そうそう、おっさん連中がね、打つスピードがちゃうよ、親指の動かし動くスピード、僕ら全然ダメやけど、ね、はい、うん、そういう意味では、うん、アメリカではあのジェネレーションレフトというね、うんうん、20代はね、そうですね、20代にアンケートすると、うん、資本主義がいいか社会主義がいいかと、うん、社会主義の方がええという人も多いらしいですから、うんうん、ね、そういう意味ではちょっとこの行き詰まった、うん、この今だけ金だけ自分だけの社会に対しての怒りみたいなのはあるでしょうね、うんうんうん、そうですね、日本でもやっぱりそういったところからこの疑問を感じている人たちっていうのは多いですからね、そういった人たちとこの若い人たちといかにこう連携できるかということが大事ですよね。はい、まだまだ お話を伺いたいところなのですが、ここでお時間となってしまいました、はい、矢野さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
後半のゲストは新聞うずみび代表でフリージャーナリストの矢野博さんでした。2回にわたってお送りしてまいりました82回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います。そしてどんなことでも自由に発言できるメディアであり続けるために、私たちはあえて企業のスポンサーを持ちません。ですから皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行00950-6-238014、00950-6-238014、または近畿労働金庫吹田支店普通口座です。8788810、8788810、あるいは路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますので、そちらからでも確認いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube でお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい回がアップされるたびに通知が来ますから、聞き逃しがありません。それでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。